皆さんこんにちは、かよです。今回はですね、16日茶色の日ということもありまして、プラスアルファは秋なので、ブラウンリップと、あとはまあブラウンリップに近い感じのくすみ系の秋におすすめのリップたちを一気にね紹介していきたいと思います。ということで長くなってしまうかもしれないんですけど、よかったら最後まで見ていってください。どうぞ。はい、まず一つ目がこちら、じゃん。こちらセザンヌさんのカラーリップティントのブラウン系の色味になります。はい、今唇に塗っているこのカラーなんですけど、ブラウン系ということでね、一時期すごくティントが発売されたぐらいかな、話題になったカラーかなと思うんですけど、割と明るめなブラウンっていう感じですごく使いやすいと思います。手に出してみるとこんな感じのカラーで、結構こっくりしていて、ベタベタはしないんですけど、なんだろうね、保湿力がある高保湿タイプっていう感じのリップです。でもしっかり発色してくれるし、がっつりしたブラウン好きな方はちょっと明るいかなって思う気もするんですけど、これもねすごく可愛い色だなと思って、一年中使いやすいブラウンなんじゃないかなと思います。はい、次はこちらの今塗ってるカラーなんですけど、フーミーのブラウンのリップです。はい、こちらね結構使ってて、唇がねだんだん平らになってきた感じがするんですけど、濃い発色でプチプラにしてはだいぶねやっぱりおしゃれなダークカラーっていう感じで、さすがフーミーさんっていう感じですね。はい、これは結構フーミーが発売されて初期の頃に出たカラーかな、第2弾ぐらいで出たカラーかなと思うんですけど、私はすごい好きで、プチプラの中で本当5本10本ぐらいの指に入るくらいお気に入りです。でこのブラウンはね、どちらかといえば紫寄りのブラウンかなっていう感じがして、赤みもまあまああるし、しっかりとダークカラーに発色してくれるしっていう感じで、絶妙カラーです。で私はもう今回グリグリ塗ったんですけど、ポンポンポンって内側に塗ってグラデーションにしたりすると、猪狩さんっぽいメイクもなるし、もうがっつりモード系につけてもかっこいいと思うしっていう感じで、まあねちょっと人によっては乾燥しやすい感じもするんですよ。私も割と乾燥するので、しっかり保湿させてあげないとこれだけ塗るとちょっとっていう感じはするんですけど、でもねこの色がもうめちゃくちゃおしゃれなので、ブラウンリップ濃いめでプチプラで探してる方はこれとってもおすすめです。はい、次がおすすめカラー、こちら。こちらがレブロンのねウルトラ HD ジェルリップカラーの715番ですね。はい、唇に塗ってみました。ここにファンデーションついてるなまあいいか。こちらはですね、私2本目です。でめちゃくちゃ大好きで、なんでかっていうと保湿力もあるし、この色がね細かい、ラメみたいな、何色なんだろうな、ちょっと赤っぽい細かいおしゃれなラメが入っていて、本当にね可愛いです。色がで月加減もなんか濃すぎず薄すぎずなんですよね、この色なんですけど、ちょうどいい中間地点というか、濃すぎて真っ黒に見える唇でもなければ、薄すぎて淡い感じに見えちゃって、あまりブラウンっぽくもないなっていう感じにもならなくて、本当にちょうどいいブラウンリップなんですよ。なのでプチプラで私は一番これが好きです。でこんなにブラウンリップね、まあ、めちゃくちゃ持ってる中で1本使い切るっていうのは私の中では異例だったので、これはねもうずっと好きで、こちらも今使ってるし、ストックも1本あるくらいすっごくお気に入りです。もうこれを使う時はリップクリームとか、私の場合は使わなくても乾燥しないし、突っ張ったりとか変なもたつきもないし、皮むけももちろんしないです。パッケージもなんかテンション上がるんですよね。このそのままのカラーがこういう風に見えてる方が私は使いやすいっていうか、可愛いって思えるので、この透明なねこのちょっと安っぽいこのキャップはちょっとあんまり気に食わないんですけどまあでもねこの色が可愛いなっていう感じで、この見た目も悪くないかなと思います。はい、次はこちらですね。じゃあこちらは韓国のクリオさんから出ているベールティントっていうシリーズのティントで、カラーが01番です。手に出してみるとこの一番下のカラーこちらなんですけど、どちらかというとセザンヌの一番初めに紹介したブラウンにすごくそっくりですね。でもこっちのティントの方が私からしたらちょっとティント効果があるかなっていう感じと、ちょっとシアーな感じが私は好きかなっていう感じです。はい、時間が経つとね、今一回ティッシュオフしたんですけど、こんな感じでちょっと薄くなるんですけど、一応ねしっかり唇に残ってくれてます。でブラウンリップ系で
ではあると思います。プラス今年らしい感じのちょっとこうオレンジ味のあるテラコッタカラーっぽいブラウンかなっていう感じもするので、グラデーション付け今してるんですけど、こんな感じでどちらかといえばブラウンっていうよりテラコッタブラウン、テラコッタオレンジみたいな感じで私は使いたいなと思っております。まあ、ブラウンがっつり使いたい時にこれを使うかって言われたら違うんですけど、ちょっと渋めなねテラコッタ系のティント探してる方はねぜひおすすめします。そんなに乾燥も気にならなかったので、ティントの中で結構これはね好きですね。まあ、この1色しか持ってないんですけど、可愛い色他に新色とかねブラウン系のもっと濃い色とか出たらまた欲しいなって思います。次はですねこちらキスのスライドルージュの09番です。これも結構ブラウンリップ好きな方は持ってる方多いのかなと思うくらい、プチプラの中で私は5本の指に入るくらい大好きです。でこれはすごくね、この私の一番好きって言ったレブロンのウルトラジェルリップカラーに質感とか、あとこの細さとかが似てます。なので塗りやすい、唇に合わせて塗りやすかったりとか、あとは見た目もね黒でスマートでかっこいいし、片手で開けられるところとかもすごくいいな、実用的だなって思うので結構これは好きで使ってます。これがレブロンウルトラ HG ジェルリップカラーなジェルリップカラーなんですけど、こっちがキスのスライドルージュで、気持ちこっちの方が赤みがあるかなと思います。色の出方とか質感とか、リップの形状とかはとっても似てるんですけど、こっちの方がちょっとだけ気持ち赤が入っているので、マットのブラウンリップの上にこうちょっとこうツヤ感を足すためにつけたりとかするのにも私はこのキス使ってます。つい最近も動画でねリップ紹介してない時にこのリップを使ってて、そのリップどこのですかってすごい質問がたくさん来たことがあったんですけど、結構これもみんなが求めてるブラウンリップなんじゃないかなと思います。はい、次はですねこちら愛のビベンテカッパーオレンジ02番っていうカラーです。こんな感じの、まあ、また細めのねリップなのですごくあの塗りやすいっていうのと、オーガニックのリップなので美容成分とか肌にいい成分が入っています。これはねなんかどちらかというとこんな感じの色で、あのオレンジなんですけどちょっとくすみの効いたオレンジっていう感じで、テラコッタメイクにはぴったりだと思います。夏っていうよりは秋に良さそうな、ちょっとセミマットぐらいな感じ、マットかなぐらいな感じの質感なので、これからの秋のメイクにいいかなと思って引っ張り出してきました。これも結構ね好きです。私あの塗りやすいしね細くて、でちょっと固めなテクスチャーで割と色持ちも悪くないです。これはねしっかりマット系で唇にいてくれるっていうか、こう薄くないので色がはっきりしてるので結構好きです。はい、こちらがレブロンのレブロンカラーステイオーバータイムリップカラーっていうリップです。まあ、レブロンのリップって結構ねいいもの多いんですよね。で私も昔から愛用してるものも多いんですけど、これもすごくいいです。でこれはね色持ちがすっごく良くて、あのこっち側がブラウンリップっていうか、まあリップで、こっち側がなんか上に塗るツヤ足しみたいな感じなんですけど、私は全然これだけでも使うんですけど、すごくこうピタッと密着してくれる感じ、あの一回乾いたらなかなか取れないっていうぐらいな感じのリップです。これもすごく私は好きですね。細くて塗りやすいし、あのこんな感じでね、そうでグロスとかそういう風にちょっとツヤ足しも一緒についてるので、忘れずにね持ち運べるっていうのはいいかなと思います。まあ、あんまりこっちはね結構こってりしてるので、正直こっちだけでもいいかなと思うんですけど、まあでもねマット系のリップ苦手な方とかはこういうの一緒についてるのは嬉しいのかなと思います。アメリカが生産国なんですけど、ザ・アメリカっていう感じの、マットになったらピタって密着するよっていう感じのリップですね。今ももう固まってきたのでだいぶ取りにくくなってると思います。メイク直ししにくい場所とかすごくいいかなと思うし、この色もねだいぶこんな感じで落ち着いてる、ちょっとピンク味のあるブラウン味のあるくすみっていう感じなので割と使いやすいかなと思います。はい、次はですねこちらはキスのベールタッチルージュのマットの55番です。キスもね結構ね発色がいいっていうか、パキッとしたブラウンとかを出してくれるブランドだなっていうイメージがあって、結構これもね濃いんですよね。
すごくないですか。なんかデパコスみたいっていうか、こんな攻めた色を出してくれてありがとうっていう感じなんですけど、マットなので本当にね、持ちもいいし、色も濃いし、しっかりしていて、ブラウンリップ好きにはねたまらない一本だと思います。こんな感じ、まあ、結構赤みのあるブラウンなので、あの赤系のリップ好きな方とかも使いやすいと思うし、ザ・ブラウンっていう感じのブラウンだと顔がくすんじゃうなって思う方とかは、これぐらいちょっと赤みのあるブラウンの方が使いやすくていいのかなと思います。これの難点はちょっとね、乾燥する、ちょっとすごく乾燥するからあのしっかり保湿させたりとか、リップスクラブした後とかに使わないとムラになりやすいかなっていうのは思うんですけど、でも色持ちもね、まあ、マットなのでもちろんいいし、あのコスパ的にもね、あのプチプラなのでこんなにね発色が良くて、プチプラで買えるっていうのはありがたいなと思います。はい、次はこちらビセのビセリシェマットリップラッカーの482番で、こちらはくすみ系の色で、まあブラウンっちゃブラウンな気もするけど、くすんでるオレンジみたいなこう絶妙なカラーで、またこれも今年らしい色なんじゃないかなと思ってセレクトしてみました。これはね、なんかつけ心地が不思議で、マットって書いてあるけどマットじゃないみたいに、ムースみたいになります。まあちょっと乾いてきたらちょっとマットっぽくなるのかなっていう感じなんですけど、割と薄付きなので、あのすごく会社とかにも使いやすいんじゃないかなと思うし、まあね、このビセリシェのシリーズは割と女子力アップっていう感じのイメージですね。こう濃い発色っていうよりかは薄く今年らしい口になるっていう感じで、まあ、ビセはねおしゃれなブランドだなって私の中では思ってるんですけど、 そんな感じのおしゃれカラーだなっていう気がします。ビセといったら私はこれが一番好きですね。こちらはビセアバンのリップスティックの004番です。そう、口紅塗ってみるとこんな感じで、もうねザ・ブラウンリップっていう感じです。プチプラでこんなにちゃんとブラウンリップを出してくれるブランドって実はすごく少なくて、特にね日本のメーカーからはあんまり出てないんですよ。まあ最近はねやっとトレンドになってくれて、やっとでなんですよ私からしたら、なんですけど、それまでは本当にねこんなにしっかりしたブラウンなかなか出してくれなかった。ブラウンって言ってても結構赤いじゃんとか、ブラウンって言ってても結構ベージュじゃんみたいな感じで、こんなにねがっつりしたブラウン系の濃い発色をしてくれる色ってプチプラだとなかなかゲットできなかったの、本当に。だからこれが出てきてくれた時にすっごく嬉しかったし、結構そのマットで乾燥しやすいっていうものがやっぱりこういうね濃い発色のものって多い中で、これはねありがたいことに全然そんな感じがないんですよね。質感で言うとお気に入りのこの2本、あのレブロンの HD とかキスのスライドルージュとかに似ています、すごく。でもこれよりもこれよりもまっすぐなブラウンっていう感じかな。ちょっと比べてみますね。ビセリシェキスがこんな感じ、特にお気に入りの3本は比べてみるとこんな感じです。一番上がビセアバンで、次がスライドルージュで、次が HD ジェルリップカラーです。すっごく近いですよね。まあでも私の肉眼で見る感じはやっぱりこのビセアバンが一番茶色です。でこれがちょっとだけツヤ感がより足された感じのブラウンっていう感じで、こっちはねちょっとピンクみもピンクっていうか赤っていうか、ちょっとだけそんな感じの色が追加された感じの色かな、ピンクみも感じますね。なのでやっぱりこのビセアバンが一番ブラウンですね。はい、そう、そんな感じですね。すっごくブラウンで感動した覚えがあります。で色持ちもね結構割と申し分ないぐらい良かったし、あの細さもね塗りやすいし、パッケージもこの黒の感じがすごいかっこいいし、もうね本当にね好き。これトゥークールフォースクールのリップです。結構ね韓国コスメってあんまりブラウンっぽいブラウンってあんまり見つけられないなと思ってるんですけど、このねトゥークールフォースクールのこのシリーズは結構ブラウン系が多くて、私はこの一色が一番ブラウンで可愛いなと思ったので買ったんですけど、05番ですね、05番のこのカラーがこんな感じのリップでとっても可愛いです。マットなので下に今リップクリームを重ねて塗ってるのでちょっとツヤっぽく見えると思うんですけど、これ1個で塗るとねすごくマットなんですよ。韓国ではマットのリップがね流行ってるので仕方がないんですけど、もうマットすぎてマットって感じなので、私的にはこれは絶対にリップクリームを重ねないと乾燥するって思います。でも可愛い色なので使ってます。韓国で買ってきたリップって結構いろいろあるんですけど、その中でも結構気に入ってますね。
ね、匂いもそんなに嫌な匂いしないです。あんまり匂いは薄いと思う。韓国のリップって結構いろんなリップを買ってくるんですけど、ブラウン系をねいろいろ買うんですけど、これはね匂いがもう本当に無理で、うーってなるくらい食事中の皆さんすいません、すごく私は無理だったので、すごい可愛い色だったんですけど使えないんですよね。そうで、これもねすごく可愛い色だし、匂いもそんなに無理ではない、全然無理ではないんですけど、ガム、チューイングガムみたいなすごい甘い香りがするとか、そういう感じの結構ね個性的な香りがするリップも多い中で、これはあんまり香りがしないんですよね。そう、あんまり香りしないし、まあ、ちょっと甘い香りするけど別に嫌な香りじゃないので全然使えます。で、色もねもちろん可愛いし、私はこれはすごくお気に入りです。はい、このシリーズ結構可愛いブラウン系のカラーいっぱいあったので、よかったらねチェックしてみてください。はい、ということでこんな感じでですね、まあすごくね、まあ、こんな感じやっぱり長いですよね。なので、まあ、後編はまた明日投稿になるかなと思うんですけど、前半は韓国コスメとあとプチプラでおすすめのブラウンリップっていう感じで私の中ではやっておりました。はい、ということで今回はこんな感じの秋におすすめのブラウンリップとくすみ系のリップを紹介してみました。はい、またね明日後半戦を出したいと思います。後半戦はデパコスですね。メインはデパコスというか全部デパコスでやっていきたいと思います。今回もご視聴ありがとうございます。この動画がいいなと思ってくださいましたら、チャンネル登録と高評価とコメントぜひぜひお待ちしております。またインスタグラムやツイッターもやってるんで、よかったら遊びに来てください。また次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。